はい、清流錦川鉄道の柳瀬駅に来ております。柳瀬駅に来ているんですが、時間あんまりないので適当に、目に入ったものをですね、どんどんと、ああ出た、放浪の看板、これも柳瀬、そう、柳瀬で検索しても出るのは柳瀬で検索、はい、おっと郵便屋さんです。乗って残そう清流線使おうマイレール商品券、これはすごいな。そしてこの橋はきっと、あれ柳瀬橋じゃないんだ、金龍橋、なんで金龍なんだろう。あ、ほら柳瀬踏切だって。しかもここは柳瀬踏切じゃなくて柳瀬踏切なんだよ。これスクープじゃん、これ。ちょっとねえ、これすごいな。あ、どうぞすごいな、奥の家さ、フェンスに名前が入ってるんだね、あの N 村さんあ、大丈夫ですか、ここでずっこけたら かなりスクープになってる。そう、確かにここは柳瀬踏切なんだね、柳瀬じゃなくて。これ知らなかった。面白い。で、駅の反対側から撮るとこんな感じ。待ち合室に荷物が置いてあるのは、あの我々のも荷物ですので。これなんかなんだろう、これなんですかね、これこんな感じで、まあ、あの意外と何にもない。お、ねえ、こっち側から駅名表を取れば綺麗に取れるのか。なんか降りてから急に降ってきたね。そして無駄にホームが奥の方まである。今が39分なんで、まだ時間はございます。踏切だ、踏切だって書いてますね。なんかプラカードがある。なんか泳いでいいらしいよ。まあ、清流っつうのやから泳げるんだろうね。
あ、そうだ、俺こっち側の写真撮るんだっけ。はいはいはい。はい、こちら山口県の岩国市にございます柳瀬踏切で、こちらが柳瀬駅どっちが正解なんですかね。なんか雨足が強くなってきたぞ。なんか写真撮ったっけな、なんか全然記憶にないんでバンバン撮っていこう。どうっすかいざ来てみると。でも確かにあの清流ってぐらいのことあって川はすごい透き通ってんね。そしてなんとここにですね、これ多分朝鳴らすんだろうね、これ起きろって、ね、では橋を渡ってみましょう、せっかくですから。これなんで金流なんだ。あ、ひょっとしてあれ錦帯橋の金龍はほら柳瀬、柳柳書いてない。え、漢字出た、漢字あった。しかもなんか道路の看板にも柳瀬駅の看板がある。しかもバス停があるよ、うん、当然。え、金龍橋ってバス停じゃないの柳瀬橋。え、これ柳瀬橋が正解なんじゃないの。あ、あ、これで金、あ、これで金、金で柳、なるほどね。ちょっと雨いっぱい降ってきたな。ほらほらほら、金龍橋の漢字がこれだもん。あの錦の柳で金龍橋。ああ、やっぱり柳の。でもやっぱり柳入ってないですよ、ね、柳はどこに行ったの。柳は何のため柳。ちなみにバス停もちゃんとここにあるんで。柳瀬駅。しかも本数少な。どうぞどうぞ撮ってください。本数少ないね。しかもこれ全部が全部毎日運行してるわけじゃないんだ。ねえ。しかも傘ここにもある。おそらくこれがあの柳瀬の集落オールキャスト山にへばりつくようにで、すごいなと思ったのがあの駅の裏にあのお墓があった。で、あっちがあっちのお墓がある。すごいね、駅中にお墓があるってなかなかない。やんでますか。
く柳が見当たらない。多分ね、誰かジモティ捕まえればなぜかって多分教えてくれるのかな。これな、なねえ。そうするの。でもあそこね入れないのよ。そう、あの消防って書いてあるから、あの消防団の人しか入れないじゃないの。私消防団。あ、入ろうと思えば入れるのか。あ、でもなんか地元の人じゃないから何はいいかわかんないですよ。これちょっとびっくりしたな。はい、では、柳瀬駅のレポート終了です。ありがとうございました。